は和紙と脱の町として有名です。約1300年の歴史を誇る水戸町は、豊かな山と綺麗な川の流れを大切にしながら一枚一枚丁寧に漉かれています。そのため水戸和紙はとても柔らかくて強く、とてもしなやかです。平成26年には昔ながらの製法を守って漉かれる本美濃紙が日本の手漉き和紙技術としてユネスコの無形文化遺産にも登録されました。また市の中心部にある宇辰曲がる町並みは和紙問屋で栄えた城下町です。宇辰が上がらないという言葉の語源にもなった宇辰が約19棟残っており、電柱のない町並みに一歩入るとまるで江戸時代にタイムスリップしたかのように感じられます。毎年10月には美濃和紙明かりアート展が開催され、美濃和紙でできた明かりのオブジェが町並みを柔らかに照らしてくれます。豊かな自然と歴史が息づく岐阜県美濃市でゆったりとした時間をぜひお過ごしください。